パンツァーフォー。改めて見てもやっぱり厳しい婦人だな。どうしても目が追ってしまって照準が定まらない。ナオミがそんな風に言うなんて珍しいわね。でも私もあれはノーサンキューだわ。三両に囲まれて同時攻撃よ。いや、さすがめぐみ先輩たちです。これがバミューダアタックよ。お姉さんたちの実力ちゃんと感じてもらえたかしら。伊達に選抜されてるわけじゃないってこと分かっただろ。でもルミはこの後やられちゃったのよね。うるさい。あっちの連携だって大したものだったんだから仕方ないだろ。めぐみさん、あずみさん、ルミさん、ご協力ありがとうございました。島田殿もそうですけど、バミューダアタックすごかったですね。この戦いで私たちほとんどがやられてしまいました。戦車でアームを動けるものなのか。砲撃もとても綺麗でした。この時はあちこちからやられましたって通信が入ってきて大変だったよ。やられた。回転砲塔さえあればこうもむざむざやられはしないもの。まったく。ももちゃん後が詰まってるから。僕たち頑張って鍛えたのに、やっぱりニートは引きこもってろってことなのかな。あ、そんなことないです。ネコニャさんたちにはすごく助けられました。でもレバーが折れちゃったら何もできないもも。そんなの折れないレバーに変えればいいんだよ。なんですと。中島さん、ついでにパワーでは絶対壊れないキーボードとコントローラーも作ってほしいっちゃ。ダージリン様、私の活躍をご覧いただけましてでございますか。ええ、よくやったわねローズヒップ。やったでございます。ダージリン様、私これからも超頑張らせていただきますでございますわ。ふふん、これがアンチョ必殺 T 型定規作戦だ。この試合で初めて成功したんですけどね。やっぱ探検って最強ってことっすね、ドゥチェ。もう私たちも忘れないでよ。私たちもパーシングを一両やっつけたんだよね。その後すぐ島田さんにアンチョビさんたちとまとめてやっつけられちゃったけどね。カチューシャを相手にしてこの程度で済んだんだから、あなたたちもなかなかのものよ。まあカチューシャが動きを止めてくれたから一両撃破できたのは確かね。やっぱりモーター持たなかったか。結構モーターもいじったんだけどね、なかなかレッドゾーンでの安定運用は難しいな。電力の制御もまだまだだしね。こっちも問題ばかりだ。まあ課題があるってことはまだまだやることがあるってことだから、何回でもチャレンジしようよ。足止めすらできないなんて、私って一体。準備はいいか。うん、行くぞ。はい、了解です。みんな準備いいみたいだね。じゃあ最後ってことで、せっかくだから教官お願いしていいですか。もちろんオッケーよ、任せて。それでは感想戦最終局面の継承を始めるわよ。あー、大笑い連合チームからは4号と T が、大学選抜チームからはセンチュリオンとパーシング2両。場所は中央広場周辺。地形を生かして戦ったことを思い出してしっかり検証してきてね。それじゃあ行くわよ、パンツァーフォします。前進。聞いてるな。発射。よし。
不能。空砲。試合終了。パンツァーフォー。大洗女子学園の勝利。蝶の教官、ありがとうございました。いいのよ、私こういうの好きだから。改めて振り返ってみても、美穂さんたちは強かった。またいつか試合してほしい。うん、私もアリスちゃんみたいなかっこいい式をしてみたいな。え、かっこいいなんて。そんな、美穂さんも決断力があったり戦術の多彩さがすごいと思う。そんなこと言われると照れちゃうね。お二方、水を差してしまい大変恐縮なのですが、具体的にお互いのどこをすごいと思ったのかご教授いただけないでしょうか。そうですね、戦局を常に把握して臨機応変に指揮を行う指揮官としての凄さだったり、さらにセンチュリオンの動きから見て取れるように社長としても非常に強力という点にも凄さを感じます。美穂さんは私以上に多種多様な戦術でどんな局面でも諦めずに打開を試みる精神がすごいし、それにあれだけの隊長をまとめ上げて各中隊各チームに的確な指示を出すのは簡単にできることじゃないと思う。やはり大隊長の方々は考えておられることも別格でありますな。私たちでは到底理解しえない深いお考えが終わりになるのだろうな。西住さん、島田さん、ご指導賜り感謝いたします。あれ、福田はどうした。隊長、あちらに戦車棒を返してください。恥ずかしいのであります。福ちゃんおでこかわいい。わー、ツルツルだ。福ちゃんの髪型面白い。はい、川岸に福ちゃんの戦車棒をあげる。ちょ、キャプテンかぶせないでくださいよ。完全に遊ばれてるぞ福田。僕たちもこれだけ博識になれば。ネットゲテの MVP、 そんなメモも。私たちの時代到来でごわす。夢をつかんだやつより夢を追っているやつの方が時に力を発揮する。隊長は常に進化し続けているのでござるな。司令官たるもの前線で指揮を取れ。隊長たちに私たちも負けてはいられないな。何かを生み出す行動でなければ行動とは言えない。明日からの装填訓練、もう一セット増やそうかな。何の志もなきところにグズグズして日を送るは実に大バカ者なりということぜよ。それだ。西住さんのお姉さんのティーガー1、砲塔部を改造すれば空砲の威力が上がるかも。わかんないけど、黒森峰といえばまたあのアウトバーンでドリフトしたいな。雨が降ったらこっちの出番だね。あのアウトバーンのためなら整備の速度も2倍になるよね。先輩の人たちすごいな、全然真似できないよ。それはだって先輩だもん、年の子ってやつだよ。でも私たちだって頑張れば追いつけなくても近いとこには行けるんじゃないかな。私たちが先輩みたいになるって超ヤバくない？期待の新星ウサギさんチームなんて呼ばれちゃうかも。その頃には新星ってほど初心者じゃないんじゃない？あ、でも期待の星にはなれるかも。まったく、みんなはしゃいじゃって風景が乱れちゃうじゃない。とは言わないんだね、ソドコ。パーシングを前に規則は破るためにあるのよなんて言い放ってたもんね。みんな楽しんでくれたかな。戦車道が好きか。干し芋が大好きか。ということでだ、みんなのもの、本日は PV の制作へのご協力。川島硬い。んじゃ、みんな今日はありがとね。無事イベントも終了したし、各自解散ってことで。皆さんお気をつけてお帰りください。
楽しいから笑うのではない、笑うから楽しいのだ。アメリカの哲学者ウィリアム・ジェームズですね。よくわかりませんけど、私も超楽しかったのですわ。私もいいデータが取れて満足しております。次は負けないからな。89式と95式。それではごきげんよう。また楽しみにしているわ。はい、私もです。ありがとうございました、セントグロリアナ女学院の皆さん。とってもエキサイティングなイベントだったわ。今度はぜひうちにも遊びに来てね。貴重な意見が聞けていい勉強になったよ。帰ったらまとめなければな。来月うちの文化祭があるから招待してあげるわ。なんなら映画にでも出てみる？招待状送るから楽しみにしててね。じゃあね、グッドラック。はい、楽しみにしてますね。ありがとうございました、サンダース大学附属高校の皆さん。サンダースだけじゃなくてうちにもパスタを食べに来てくれ。なんなら今からでもいいんだぞ。ルーチェ、さすがに皆さんお疲れでしょうから、またの機会にしましょう。姉さん聞いてくださいよ、鉄板ナポリタン用にありったけの材料持ってきたんすけど、人気すぎて売り切れちまいましたよ。おお、そうか、替えの方針に一歩前進だな。大笑い諸君、とても楽しい宴だったぞ。宴といえばアンツヨだ、またいつでも呼んでくれ。はい、心強いです。ありがとうございました、アンツヨ高校の皆さん。それなりに楽しいイベントだったわよ、未放射。これでまた一人前の体調に近づいたわね。あといけるわね、これ。はい、とても楽しいイベントでした、カチューシャ様。カチューシャ、トマトペーストがお口についてます。次はカチューシャが中隊長をやってあげてもいいわよ。じゃあね、ピロシキー。ダスビダーニャ。はい、その時はぜひよろしくお願いします。ありがとうございました、プラウダ高校の皆さん。今日は多数の人が一堂に会したことで知見が大きく広がり、とても有意義な時間だった。長時間の司会よく頑張ったな、ミホ。ありがとう、お姉ちゃん。大笑いの会長も面白いことを考えるわね。特に大学選抜の話が聞けたのは良かったわ。またミホさんと一緒に戦車道で戦える日を楽しみにしています。こういった集まりは滅多にないからな、またの機会があればよろしくと会長さんに伝えておいてくれ。うん、わかった。ありがとうございました、黒森峰女学園の皆さん。懐かしい匂いがするね、夏祭りの最後の花火のような。ミカも結構楽しんでたんだね。私はご飯をお腹いっぱい食べたし、満足満足。またいつか風が巡り合わせてくれるかもしれない。はい、またお会いできると嬉しいです。ありがとうございました、継続高校の皆さん。本日はお招きいただきありがとうございました。このまたとない機会に学んだことを胸に戦車道精進してまいります。また突撃することがあればお呼びください。ショートマダ、全力で突貫させていただきます。今日思いついた突撃を試してみたいのであります。そわそわするのであります。福田、明日の訓練まで待て。エキシビションの助っ人から始まったご縁ですが、大洗いの皆様とお会いできて強烈至極に存じます。はい、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました、千葉丹学園の皆さん。高校の話が聞けてよかった。そうですね、隊長、私たちも負けてられませんね。ねえ、大洗の自動車部の子に頼めば私たちのパーシングをもっと滑らかに動けるようにしてもらえるんじゃないかしら。でもうちのパーシング結構有名な人が整備してくれてるらしいよ。自動車部とどっちがすごいんだろうな。美穂さん、呼んでくれてありがとう。でも次は絶対に負けないから。はい、私もです。ありがとうございました、大学選抜の皆さん。あの、美穂さん、またお家に遊びに行ってもいいかな？うん、もちろん。また僕のお話ししようね。うん。
you